ょっと今緊急で動画回してるんですけど、あのベテランチ君、令和の虎岩井社長とね大絶賛ね大喧嘩中の大炎上中のねベテラン中学生ベテランチ君のですね、メンタルが完全に崩壊してしまいました。普段強がってね、あの東大医学部東大理三のねもう全知全能、もうあのね、まあ、俺たちなんてねカスに見えるだろうね、もうあのね、まあのね、余裕ぶってそうに見えてね強がってる、ね、あのベテランチ君がですねもうあの完全にガチ聞きしてしまいまして、あのちょっとこれ見てほしいんですけど、ツイッターですね、ベテランチ君のツイッターがあるんですけど、これねあのつい最近ねあの相互フォローに、ね、なりました私ね、あのステアゲチルドのベテラン地区のツイッターなんですけど、昨日ですかね、こんなツイートをねされてたんですよ。23時間前、今ですね何時だ、2023年の11月8日朝の11時19分ですね、こんな感じのねツイートしてたんですよ昨日。すいません、昨日の昼から39度の熱が出てまして全てが遅れております、ご迷惑をおかけしますみたいな、まあ要はここ最近動画投稿 2,3 日くらいできてないと、でもそれは39度の熱が出てるからちょっと全部遅れててできませんみたいな、そういうことを言ってるんだね多分、でまあこのツイートね、これパッと見て何がおかしいかわかる？みんなこれね、一つね決定的にねおかしな点というかね異常な点があるんですよ。わかる？これね39度の熱が出てましてとかはねぶっちゃけて言うとどうでもいいの。何がおかしいかわかる？これね実はこのツイートね、これ返信できるアカウント、あとベテ中さん、まあ、ベテランチさんがまあなんつうの許可したアカウントしか返信できませんよみたいな、そういう設定にしてあるのこれ、ベテラン地区の本人が。だからこのリプライ欄、これ 2って書いてあるじゃん、これ返信っていうのかな、返信が2個しかないの。え、大丈夫ですか、無理せずにって、てのと、なんかこれもう一個表示してもなんか表示されないんだけど、まあなんか鍵垢なのか分かんないけど、2つしかねコメントがないんですよ、要は簡単に言うと。で普段のベテラン地区のつぶやきってこれ見たら分かるけど、123返信とか21、26とか誰でも返信できるんですね、これ。なんか岩井社長にブロックされたみたいな、そういうツイートだと思うんだけど、これは多分俺も返信できるんだよ、やろうと思えば返信できるんだよ。けどこのツイートだけね返信できないようにしてんねん。うん、つまりだよ、ね、ちょっと僕ベテランチ君の普段をね知らないんでね分かんないですけど、まあ、多分こういうことってほとんどしないんじゃないの、コメント欄封鎖みたいな、まあ、ツイッターだからコメント欄というか、まあ、リプライ封鎖みたいなね、多分しないと思うんですけど、ね、今こうやってやっちゃってると。ってことは完全にねメンタルがもう来ちゃってるんだなっていうのをね、俺も瞬時に感じ取ったんですよ、おそらくなんか嫌なコメントが来るのを防ぎたいみたいな、嫌なコメントが来てそれを見るのを防ぎたいみたいな、いう多分ね防衛反応なんだろうね、おそらくだけど、まあ多分分かんない、普段こういうことしてんのかな。パッと見た限りだとね、こういうコメント欄封鎖みたいな、リプライ封鎖みたいなのをしてるイメージないから、パッと見た限りね、だからどうなんだ、 してんのか、あでもしてる時もあんのか、でも謎だな、なんかこのしてる時としてない時の差みたいなのが謎だな、これなんか短歌みたいなの出してんだよね、ベテランチ君って短歌が趣味でみたいな、なんか短歌ここから読めますみたいな、自分が作った短歌ここから読めますみたいな、でもなんかそのツイートとかなんか閉鎖されてるの謎だね、多分何なんだろうね、なんかなんだろうな、やっぱりね俺もうね見抜いてるね、おい青松、おいお前もう俺知ってんだぞね、多分君結構ね意外と繊細なんだ、
ああ見えてやっぱ東大理三でもうね、あの天才で頭良くてね、まああのね、なんか余裕そうに見えてね、結構まあ動画でもさ、なんつうの、上からって言ったらだけどさ、まあなんかあのちょっと鼻につく感じのとこあるやん。そういうところがやっぱあのなんかね、あのアンチとまでは言わんけど、まあちょっとなんかね、君よりもね、下のね、まあもうほぼ全員下だけど、君よりもね、偏差値の低いね、学歴キッズたちの鼻についてちょっとなんか、ね、嫉妬されて、そういうちょっとアンチっぽいコメントが来るっていう、そういうところから、そういうところもあると思うんだけど、意外と繊細なんよね。可愛いとこあるやん。俺あんまり別にあんちゃんのことね、知らなかったんだけど今まで。ただ東大医学部、東大理三なんてもう日本のもう頂点じゃん。日本で最もいい頭のいい人たちなわけだよ。だからまあそんなね、そんなとこに通ってるんだから、まあ、さぞね、なんつうのかな、もうすげえやつなんだろうなみたいな。いやすごいすごいけど、なんつうの、人間的にももうね、もう何もなんつうのかな、こうね、そんな俺だみたいなね、カスがね、ああだこうだ言ってこようがもう全く気にしないみたいな、なんかゴミがなんか言ってるよみたいな、全く動じないようなね、そういうなんか精神的にもすごいもう余裕のあるね子なのかなとか思ってたの勝手に、けど可愛いとかあるやん。あれなんだね、やっぱ東大理三といえどね、人の子なんですな、やっぱね、20何歳まだ俺よりもちょっと年下ぐらいか、まあまだね25、6歳とかそんなもんかな、だからまあその年齢相応のね、若者というか、やっぱ君も一人の人間なんだなっていう、勝手にね東大さんって聞いちゃうと俺宇宙人だと思ってるから、本当に化け物だと思ってるから、もう全部計算でね、この最近の岩井社長とのやり取りというか、まあもう今はもう完全に一方的にね、ベテランチ君がもう何本も動画上げてるって感じで、岩井社長からの反応はそんなにないとは思うんだけど、そのまあなんかプロレス動画じゃないけど、まあ岩井社長をちょっとおちょくってさ、いっぱい動画上げてたじゃん、サブチャンネルの方で、だからそういうのを見てて、あもうこれはね、完全にもうね、お金稼ぎというかね、計算でビジネスとしてもう今がね、チャンスだと思って、いっぱい動画上げて、お金稼ぎだとね割り切ってやってるんだなって、東大医学部だから、やっぱ そこら辺ね、もう完全にね、割り切ってね、頭使ってやってるんだろうなみたいな思ってたんだけど、意外とガチ聞きしてたんやね。いやで、なんかちょっとね、なんつうの、俺もこうね、やっぱこの戦争のね、やっぱね、役者の一人としてね、なんかこう君のね、なんつうのかな、苦しみというか、そのね、不安というか、辛さをね、ちょっと理解して やれんかったね。俺もちょっとなんか、ちょっと申し訳ないね。もう完全になんつうの、まあ、多少最初ね、岩井社長になんかこう、ちょっと怒られた時、ちょっとなんかへこむじゃないけど、ちょっと嫌な気持ちになっただろうけど、もう完全にその後はもう割り切って、もうなんつうの、切り替えて、ネタとしてやってるもんだと思ってたから、俺もう全然気にしてないんだろうと思ってたんだよ。だしなんか弁護士の人ともさ、コラボしてさ、方法も勝てますよみたいな、絶対負けませんみたいな、損害賠償払ったとしても5000円くらいで済みますみたいなこと言われてたから、あもうこんなん全然余裕じゃんって勝手に俺外から見てと思ってた。だからベテランチ君も全然ね、気にしてないと思ってたんだけど、ごめんな、可愛い捨て上げチルドレンのな、その辛さ、悩み、苦しみに気づいてなかった俺はバカだよ。お前な、こんな顔してな、田口エンターテインメントみたいな顔してな、横浜エフマリノスのな、吉岡海奈みたいな顔して、最近な、左サイドバックとしてね、新たな境地をね切り開いてきた吉岡海奈みたいな顔してな、悩んでたんだな。てかまあ昨日の動画でも言ったけど、そりゃメンタル来てなかったらな、動画削除しないわ。削除というか非公開だけど、サブチャンネルの最新動画だった動画、岩井社長に向けてね、カッターナイフをね、こうやってつけたカメラに、岩井社長のジャケットを
切り刻んでしまい死に切り刻みに行きますとか言うね、まあねネタとはわかるけど、いやそれちょっと完全に危ないぞっていう、ね、脅迫動画、ネタ脅迫動画をね、まあ、非公開にしたんですよ。で何度も言うけど、非公開にするってことはもう完全にあやっちゃった やばい動画出しちゃったっていう、そういう焦ってあこれ消さなきゃっていう、そういう心境の変化があったから非公開にしたり削除にするわけであって、もう完全にねあってこれもう4年前の俺だわっていう、完全にこれ俺だわっていう、もうね見ててわかるのよ、うん、だって YouTuber にとってね、動画を削除したり非公開にすることって損なのよ、うん、だってそうじゃん、ね、動画は上げれば上げるほどさ、まあその再生回数に差はあるだろうけどさ、まあずっとこう上げとけば、公開しとけば誰かしら見てくれて、まあ、いっぱい動画がねあればあるほどそのチャンネルにとって資産になるわけだから、その上げ続ける、公開し続ける方がそれはまあ得なのよ。でもそれをね YouTuber が非公開にしたり削除したりするっていうことはよっぽどのことがない限りないんですよ。だって損するわけだ、うん、公開しとけばその分ね何再生何十再生何百再生されてね、塵も積もればでお金がどんどんね溜まっていくわけだから、だからYouTuber がね動画を消したりさ、ね、非公開するっていうのはもう完全に消えちゃってる証拠なんで、やっちゃったって、あこれやばい消さなきゃみたいな焦ってる証拠なんで、で多分最初はねカッターナイフ動画ね問題ないと思ったんだろうね。でもねそれも分かんのよ、もう何やっても大丈夫だろうみたいなね、そういうねなんか無敵の人みたいな、無敵状態になることってねあるんだよ、わかる、俺もね当時そうだったの。だからね中央大学一般学生停学事件を引き起こしたんだけどね、国のトップオブトップにねちょっと喧嘩打ってね、でも何も起こんないって思っちゃうんだよね、勘違いして、ちょっとハイになってるというかね、アドレナリンというかね、こう今多分ベテランチ君世間からまあね多少注目されてさ、こう正常な判断がねできなくなっちゃってるの、こう舞い上がってというか、今なんかこう盛り上がってるぞみたいな感じで、自分もこうちょっとね周りが見えなくなってる状態だと思う。だからこそああいうラインを超えちゃうんだよね、一線超えたね動画を出しちゃうんだよね。まあ俺的に別にまあ問題ないって言ったらだけど、まあネタってわかるし、あの動画自体ね俺見てうわ本当にこれやめろみたいな、本当にこれやばいだろとかそこまでは思わないけど、ただねそのやっぱり世間の人間がどう思うかというかね、その君が通っている東大とかそういう外部のね機関がどう思うかっていう点だとやっぱ話変わってくるんですよね。ネタだとしてもねダメなんだよな、ああいうこと言っちゃうとやっぱ、うん、危ないんだよ、うん、だから、まあ、もちろんね何度も言うけど、最初のきっかけはまあ岩井社長の恫喝動画が、まあ、あれがきっかけだったとは思うよ、まあ、厳密に言うとそのなんつうのベテランチ君が本田さんとコラボしたその動画の、ね、4秒間、ね、令和の虎のシーンを引用したっていう、そこからだけど、まあでもそれは何度も言うけど別に俺はねそんなに問題はないと思ってるから、うん、だからまあね被害者って被害者なんだよな、ベテラン地区もあんな意味わからんね岩井社長のね恫喝動画がきっかけで始まったわけだからね、うん、だけどやっぱりねあれなんだよな、うん、その結局自分も同じようなねことをやっちゃったらね、ねせっかく今まで有利だったのにね同じになっちゃうんだよな、うんね、最初恫喝されてねベテラン地君がね被害者みたいになったんだけど、なんかね自分もカッターナイフでこう脅迫動画みたいなのやっちゃったら、うん、やっぱりねちょっと不利になっちゃうと思うんだよ、うん、まあわかんないですよ、裁判とかねそういうのやんのかな、まあ、やらないと思うけど、うん、絶対、うん、何もならんと思うけど、まあ、ただなんかこうね今後大学側とか何かしらのねなんか動きがあった時にさ、ね、自分もこう脅迫仕返しちゃったみたいな、ネタだけどネタってわかるけど、ね、そういうことやっちゃったっていうのはね事実としてね残っちゃってると、うん、ちょっとねっていう、うん、ちょっともったいないことしたなっていうのはあるね。で自分本人もちょっとそれ分かってるから、まあ、非公開にしたんだと思うけど、うん、まあね本当彼のね今のね気持ちすごくねもう俺本当手に取るように分かる、
今頃ね多分ね本当に39度の熱とか言ってるけど、お前嘘だろそれ、うん、まあ、嘘か本当か知らんけど、俺は勝手にね嘘だと思ってるよ、うん、ね、お前都合よく39度の熱が出るか、うん、まあ、まあ本当に出てたとしてもおそらくだけど、その発熱その体調不良はね、ここ最近のこのレイヤーのトラ騒動のストレスによって引き起こされたものだと思って、つまり相当ね強がっててもやっぱ精神的に肉体的に負担がかなりかかってたっていう、そういうことなんだよ。だからやっぱ無理してたんだなっていう、うん、なんかあれだね、こう東大理さんといえどやっぱなんか同じ人間なんだって思うと、なんかね、なんか親近感というか、なんか彼に対する見る目はちょっと変わったね。意外となんか人間らしいところあるんだなみたいな。ね、だからね、というか、まあ、彼のね周りにいる、なんだ陰獣だっけ雷獣だっけ、いるだろ、ね、周りの友達とか森鉄、うん、カワウソみたいな顔したさ、いるだろ森鉄とかいう捨て上げ信者のなんとかな、サポートしてやれよ。てか、なんでお前らがついていながらな、ベテランチのあんなカッターナイフ動画みたいな暴走をな許したんだよ。身近にいる周りにいるお前らが止めてやらなきゃいけないじゃないか。被害者だよ、ベテランチは被害者だよ。もう完全にもうね、もう完全にもうガン決まり状態でね、もうおかしくなってんだよ。だからそういうで周りの冷静な判断を下せるやつが支えてんなきゃダメだろう。悪かったな、ベテランチ、あれだろ、まあ、キムハゲにな、振られて、もう、昇進中なんだろ、ね、言ってたもんな、思い人、キムハゲがどうのこうのみたいな、ね、キムハゲっていうね、俺の信者のね、女の子のね、韓国人のね、元中央大学の、ま、俺に憧れて中央大学に入ったと言っても過言ではない、TWICE みたいなね、韓国アイドルの TWICE みたいな顔した韓国人のね捨て上げ信者の YouTuber がいたんですよ。そのキムハゲにね、ベテランチ君は片思いしてて、まあ結構コラボとか一緒に動画撮ったりしてたんだけど、その思いは実らずにね、キムハゲさんは韓国に帰っちゃってね、多分今もうものすごいね心にね傷を抱えながらね生きてたと思うんだよ、うん、悪かったな俺が、キムハゲ取っちゃってな、俺のやっぱ俺の信者だからな、悪かった、うん、ね、こんな時にな、キムハゲがいてくれたのな、お前もな、ね、精神的にも肉体的にもな満足できたのにな、うん、ベテランチ動画、ベテランチ動画なんかあれだね、8分くらいで終わらすつもりなのに、なんか毎回長くなっちゃうね。俺の喋りがね、下手すぎてね、やっぱベテランチ君みたいにね、上手じゃないからね、こうね、やっぱ偏差値の差ですよね。うん、長くなっちゃって嫌 やねんな。まあ、まあ、ね、39度の熱が出ててもね、俺だったら、ね、動画投稿するけどな。うん、まあ、わかんない、編集とかするのは辛いだろう、でもサブチャンネルに上げてるみたいな、あんな喋るだけの動画だったらさ、ね、撮ってさ、そのまま出たポンって YouTube にドラッグアンドドロップするだけや、もうできるやろ。だからお前な、そんな芋ってねえでな、ね、布団にくるまってな、ひもはげでしこってねえで、ね、お前ちょっと顔出せよ、お待ってるぞなあ、お前味方だからよ、お前のよ、可愛い素揚げ中年だからよ、わかるんだよお前の気持ち、まあ、本当にわかる。だからまあ無理しなくていいから、無理しなくてお前のできる範囲でいいからな、ほんとなんかそんなね、なんかカッターナイフでとかそんなことやらんでいいからさ、自分のできる範囲でいいんだから、まあ元気な姿見せろや、待ってるぞ。